では後半を始めます。先ほどはですね、逆三角形構図から始まって、で終わっていました。逆三角形、ねの構図というのはこういうもので、でこの構図はですね、まあ、形もね、さることながら大きさにも注目すべきところがあります。大きすぎるんですよ、ね、三角形の富士山を、ね、あまりにも大きな広大な逆三角形が囲っている、ね、富士山もこう雄大なんだけれども、それ以上にこう、ね、フレームが大きすぎて、なんかズームアウトしすぎないんじゃない、広角で映しすぎないんじゃないっていう気も起きてきます。色について、も少し述べてみたいと思います。1系目と2系目、ね、絵にするとこんな感じだと思うんですよ。火と月でしょ、ね、それが隠れるって言ってるわけです。隠れればこんな真っ黒系になると思うんですよね。まずは真っ黒っていうことです。そしてその次に3系目が来ますが、これいいですか、白くんですよ。変ですよね。何が変かというと、白いのは富士山のね、この関節の山頂でなければいけないんだけれども、白くもって言ってるんですよね。白くもね、ですので周囲のものを白くすることで相対的にこの白さを抑えているんじゃないかね。ちょっと抑え気味の白にしておきましたね。そんな言い方もできるかと思います。相対的に、富士山の、山頂の白をこうね、ちょっとね、抑えているんじゃないか。参考までに繁華のね、白さを確認してみたいと思います。繁華は真っ白にそう富士の高根にとありますね。真っ白にびっくりマークって感じですよね。ですのでこうキラ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 とこうシールを貼っておきました、ね、これに比べると長官の白というのはね、ただ雪ってあるわけですからね。雪と真っ白な雪、びっくりマークでね、どっちが白のイメージが際立ってくるかって言ったら、やっぱり、ね、真っ白な雪、びっくりマークの方ですよね。そうしますと、こちらの繁華の、繁華じゃ、長華の方は、白さの出し惜しみがあるというふうに言えるかと思います。もともとですね、この長華の雪は、季節外れに雪が積もっているという頂上線を言えればいいもの。観念的なものだったわけですからね。ですから、まあ、その真っ白さを写生するというわけではないんだと思います、ね。では以上述べたことをちょっとまとめてみたいと思いますね、はい、よろしいでしょうか。こんなフリップを用意しました。青いところが長華です。で赤いところはこの後話します繁華ですね。まず関連性ということはどういうことかというと、写実的ではないということね。具体性の欠如、ね、概念的である、ね、そういったことです。から天中心の視界というのは、まあ、天が多くを占める視界だよね、ということですね。天の原振り先見ればっていうね、言い方、それから、まあ、天の景物多かったですよね。火とか月とか、白くんですね、まあ、富士山ももちろん入ってますけれども、ね、広大なね、大空のそのスペースが多くを占めていたということです。からこれちょっと言い方が難しいですかね。カナダから次第に向かって絞り込んでくる逆三角形構図、まあ、分かりやすく言えばこういうことですね、この逆三角形構図ということですね。補足をしておけばこれは不安定な三角形であるということも言えるかと思いますね。三角形がどっしりと安定しているとすればちょっと不安定な感じもねしますということですね、はい。そしてもう一つね、見ましょう。構図に三様が包含されることで生まれる数学が難しい形にしてしまいましたが、結局はこのフレームが大きすぎて隙間がいっぱいぴったりとしてないよ、三角形の富士山にぴったりしてないよっていうことですね、はい。そして色についてはまあね、今申し上げた通り白の出し惜しみがあって、その白さというものがあまりこうね、明確に描かれていませんね。繁華で明確になるのを待っているような感じがするということですね、はい。もう少し分かりやすくまとめますと、こんな風に言えるかと思います。長華はことごとくドンピシャなものではない、出し惜しみはしている。繁華がドンピシャなんだと。でその繁華のドンピシャを待って出し惜しみ、をしているという、ねことをね、まあ、言って、さらにね、繁華については画竜転生ということをね、言ってみたいと思います。画竜転生というのはね、
最後の、まあ、仕上げがビシッと決まるということですね。ドンピシャなだけにビシッと決まる、ビシッと決まるということですね。はい、これが、この富士参加の、まあ、構成だと思うんですね。今、超過を、ね、やってきましたので、ちょっとね、繁華に移ります。田子の浦へ打ち入れてみればと思います。田子の浦を通って眺望のいいところに出てみると、この眺望のいいところっていうのはどこかというと、まあ、富士川河口線のあたりというね、する説が妥当だと思います、ね、そこに出てみると真っ白に富士の高根に雪が降っていた、ね、降り積もっていた、こんな風な図なわけですよ、ね。もちろんこれは写実です、ね。その、ね、打ち出た瞬間に見た富士山の景を写生しているわけですね。で、具体的であります。そして、ね、具体的であります。そして、次に行きますと、地中心の視界であるということね。これでね、こうやって歩いてきて、地続きにこう見えるね。地中心の視界であるね。そして、これは当然ですね、こう底辺を一本ここに下に引きます。で、稜線に合わせるように、こういうふうに、ね、線をこうやって山頂に向かっての、こうやって伸ばしていくね。ですので、手前から山頂に向かって絞り込んでいく三角形構図になるわけなんですけども、これは、まあ、当然といえば当然なんですね。富士山の形に、起因する構図ですからね。富士山にぴったりの構図になる。富士山の三角形通りの三角形構図になるわけですね。これは当たり前のことなんですけどね。で、大きさももちろんぴったりです。ね、それに合わせてできてるわけ。それに合わせるというか、それに起因してできてるわけですから、ぴったりになるはずです。なるわけですよ。で、最後に真っ白に雪が輝いているというわけですね。明確に白を述べている、ね。だから、画面を伝説的にドンピシャなものを挙げているというわけですね。で、まあ、こういうふうにしてみると、超過と半過。出し惜しみする超過と画面を伝説的な半過ということが言えるかと思います。で、もう一点だけね。もう一点だけちょっと補足したいと思います。それは何かというと、超過の出し惜しみについてです。超過の出し惜しみは段階的に解除されています。グラデーションがあるということですね。段階的に変化があるということです。1軒目と2軒目、まるっきり架空でしたよね。その架空だったものが、ここでは架空未満常識認証となってくるわけですね。だから現実に近づいてきているということですよ。そして、もう一つ言うと、これね、山後方の広大な空間から山腹横あたりに来て、で、ここで、地の一番てっぺんの山頂をかすめて、語り継ぎ言い継ぎ浮かんで、読み手がいる地上へと降りてきます。そして、繁華では、その地上に立って、見上げる、ね、地続きに見上げて、そして、こんな風に、読むわけなんですけれども、だんだん地に降りてきます。これも段階的解除だと言えます。そして、色ね、真っ黒なものから曲がりなりにもこうね、なんとなく白い、ね、ものが出てきて、そして最後に真っ白だということですね。超過の内部にも段階的な解除、出し惜しみの段階的な解除という心にくいですね、工夫がなされていたということなんですね。いかがだったでしょうか。出し惜しみする超過と画表転生的な反過、そして、その出し惜しみについても心にくいまでの、その段階的な解除があったということなんですね。こういうふうに、してみますと、こういうふうにね、今まで、読んできましたけれども、こういうふうに読んできますと、まあ、繁華、ね、だけでも、まあ、春夏といえば春夏なんですけれども、やはり聴覚と一緒に、味わいたいという気になるんではないかなというふうに思います。非常に素晴らしい、明石の世界であるぞと私は思います。今書いたことはですね、私のこの本に書いてありますので、ご参照ください。どうもありがとうございました。